最新の講義が最良の講義、加藤ゼミナール入門講座担当の高野康平です。今日はですね、司法試験あるいは予備試験の入門段階でのね、その学習のポイント、これをお話ししていこうかなというふうに思います。でまず1点目ですけども、この入門段階ではですね、まずはその各科目について、全体をできるだけ早くこう一周させたいなというところですね。これがあります。それによってその憲法だったら憲法、あるいは民法だったら民法の全体像ですかね、それをまずは把握しましょうということになります。でそれはなぜかっていうことなんですけども、法律の議論っていうのはやっぱりその部分的な何か知識を、入れるだけではなくて、その体系的な理解ってものが必要になってくるんですね。例えばその A という条文と B という条文の関係とか、ね、あるいは A という概念と B という概念の関係、例えばそれが原則と例外になってるとかね、そういうですね、こう体系的な理解が必要になるんですけども、そのためにはやっぱりその、全体像、憲法だったら憲法ワールド、ね、民法だったら民法ワールドの全体像をある程度理解して、ああこの民法の、ワールドのこの辺の話をしていて、それがここにつながっていくなっていうのが分かっていく。でそのためにはね、やっぱり全体像を理解しておかなきゃいけないっていうのと、あとはやっぱり法律の議論っていうのは、特に訴訟法なんかがそうなんですけども、出口の議論がその入り口の段階ですでにこう問題となっている、あるいはその出口の議論が入り口に影響しているって言ったらいいですかね。例えば訴訟法だと訴え提起から審理があって、そして訴訟の終了というか判決があるんだけども、その判決の効力が実はその訴え提起の段階に実は影響しているってことがあるんですね。でそうするとやっぱり入り口の勉強しているときに出口のが影響する議論、出口の議論が影響しているので、1回目はなかなかそこがわからないので、とにかく一通り、訴訟の開始から、終了まで一度ざーっと見て、でもう一回入り口から見直すと、2週目ですね。でその時に、あ、なるほど、出口のあそこの議論がここに影響してるのかっていうのが分かることになるので、そういう円環構造とでも言いますかね。でそういう構造になってるので、やっぱり全体像を早く把握するってことは大事なんだということなんですね。それから2点目ですけども、今言ったように全体像をなるべく早くこう把握しましょうね、一周しましょうねとは言っても、早けりゃいいってもんでもない。つまりあまり雑に一通りやっても、実はですね、本当に理解しなきゃいけない部分っていうものもあるので、そういうところについてはやっぱりある程度しっかりと理解をしていく必要が必要なんですね。いわゆるそのメリハリっていうんですかね、ざーっと流していけばいい部分と、ここはしっかり押さえなきゃいけないっていう部分があるので、いけないっていう部分があるので、特にしっかり理解しなきゃいけない部分っていうのが、その先の応用的、発展的、あるいは実践的な対策勉強にどうしてもこう必要になってくるので、その基礎となる部分についてはやっぱりしっかりとね、時間をかけてでも理解をしていくということが必要なんだということなんですね。そこのメリハリをつけずに、もう本当にこうベターっとね、ただなんか雑にとりあえず一通り見ましたみたいなですね、そういうのだと、ちょっとこう効率があまり良くないというか、学習効果としてはね、あまり良くないかなというふうに思います。それからですね、入門段階ではあまり暗記にこだわらなくていいかなというふうに思ってます。よく言うんですけども、暗記よりも理解だということなんですね。でそれなぜかっていうと、結果的には暗記は必要なんですけども、司法試験っていうのは特に何かをその暗記して、その法律知識があるかないかだけが聞かれるわけではなくって、その法律知識を使って、実際の問題を解決できる、そういうね力、それは要するに考える力、法律を使いこなす力がね、試されてるんです。でその法律を使うためには、その法律を理解していないといけないんですね。変な話ですけども、料理をするときにね、どうしてもこう包丁っていうのが必要ですよね。でもその包丁をじゃあ何種類か持ってるだけで美味しい料理作れるかって言ったらそうじゃないですよね。つまり、その包丁の使う場面っていうのがあります。で例えば肉をね、切るときに必要な包丁ね、それから魚を骨からバーンと切り落とすときに使う包丁、あるいは果物の皮とかをね、生産に向いていくときに必要な包丁、みんなそれぞれ違うし、その各種包丁を持ってるだけではなくて、それぞれの包丁の使い方っていうものをちゃんと理解していかなきゃいけない。
ね、まあ、法律はまさに問題解決のための道具なので、その道具の使い方、これをやっぱり理解していくってことが必要なんですね。ですから何でもかんでも知識を覚え込めば、司法試験予備試験受かるかって言ったらそうじゃないんですよ。やっぱりそれぞれの、まあ、法律条文などをしっかりと理解をしていくということが、まあ、重要なんだということなんですから、まずはちゃんと理解をしていきましょうということになるわけです。でその理解を、まあ、した上で、まあ、もしくは理解が伴った形で、そのあえて、まあ、暗記で、その後に、まあ、暗記をしていくと。で暗記をするときに必要なのは、そこはもうアウトプットを意識する形で、そのいわゆるその論文試験だったら論文試験に最適化された状態で、まあ、暗記というか記憶をしていった方がいいだろうと思います。まあ、僕はあんまり暗記っていう言葉は好きじゃないんですね。記憶というふうに僕は理解しています。つまり物を理解した上でそれを定着させていくのが記憶だから、記憶をしていくということが必要で、まあ、暗記っていうのは僕の定義では別に中身は理解してなくても、まあ、そのかとにかく空で何か覚えちゃってるのが暗記でも、これは理解が伴ってないので、暗記したものをどこでどう使ったらいいかが分かりませんから、これでは、ね、試験に対応できない。ですから、まあ、言葉では暗記って言いますけども、大事なのはちゃんと理解をして記憶を定着させていくということですね。でそれは、ある程度理解をした上でですね、試験にいわば表現する、まあ、最適化された形で、まあ、最終的に、まあ、記憶暗記していけばいいということなので、場合によったら暗記は、まあ、少し後回しでもいいかなと思います。であんまり早い段階から暗記をしていく。例えば、まあ、受験指導校の講義なんかでもね、テキストにね、はい、ここは覚えてください、ここは覚えるマークしてくださいとかね言うんですけども、まあ、そういうね覚えることを中心にした勉強を最初からやっていくと、結局あここさえ覚えればいいんだっていうことで、その覚えるものについてはその、なんだろうな、バックグラウンドみたいな理解がどうしても必要なんですよ。でもその部分がもうとにかくすっ飛んじゃって、とにかくあここの線引いたところを覚えりゃいいんだってことで、まあ、いわゆる視野狭窄っていうんですかね、すごくこう狭くなってしまって、まあ、本当にとにかくなんか覚えることは覚えたけども、まあ、さっきの話なんですけど、結局は理解が伴ってないんで使えないってことになってしまうんですね。ですからまずはきちんと理解をした上で最終的に覚えるものをしっかりと絞り込んでいく。しかもそれは試験に表現する形に、まあ、最適化させた形でね、まあ、覚えていくってことが、まあ、大事かなというふうには思います。ただもちろん最終的に覚えなきゃいけないものもそこそこの量はあります。必要な条文なんかについてはね、まあ、空で暗記させられることはないんだけども、やっぱりある程度も、どこどこにこんな条文があったなっていうのはある程度記憶していて、もうパッと6法で弾けるようにして確認、ね、できるようにしておかなきゃいけないし、あるいは答案で表現する定義みたいなものもね、これは場合によったら正確に書けなきゃいけなかったりする。あるいは担当の問題を解くについてはね、やっぱりそのある請求が認められる丸か×かって言われた時に、請求が認められるための要件っていうのを覚えてないと、その要件を満たしてるかどうかの判断ができませんから、丸×ね、その成功が導けない。だから、まあ、覚えなきゃいけないものがそこそこの量あるのは確かで、それはいずれ結果的にはちゃんと覚えていく努力は必要です。ただあんまり早いうちからその覚えることばっかりに、まあ、気がいっちゃって視野狭窄になって、ね、フレーズだけはとにかく覚えたけど意味が分かんないっていうことになると、あんまり効果的ではないですね。まあ、もちろん覚えることをきっかけに理解が進むっていうことはあるから、まあ、何もかも、暗記が悪いとは言わないんですけど、ただやっぱりちゃんと理解を伴わなきゃいけないんだよってことはね、意識をしてほしいなというふうに思います。まあ、そういったことでね、まあ、司法試験、予備試験、まあ、入門段階での学習の、まあ、ポイントっていうところをですね、お話をさせていただきました。まあ、これからですね、まあ、ちょっとこう勉強ね、始めてみようかなっていう方、まあ、今のようなところをね、話を参考にしていただければいいかなというふうに思います。それではね、また何かテーマがあったらお話をしていきたいと思います。勉強されている皆さんは、頑張って